ギターデュオシオンお二人ですね、はい、深見公宏さん浅香さんご夫妻をお招きしました。今日はようこそいらっしゃいました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは綾子さん、プロフィールのご紹介をお願いいたします。はい、潤いと活力を与える演奏をモットーに演奏活動を行う夫婦クラシックギターデュオシオンさんです。2021年から活動を始め、クラシック音楽や映画音楽、ポップスなど幅広い楽曲を演奏。2022年サントリーホールで行われたアマチュア室内楽フェスティバルにてスポンサー賞を受賞。同年イブラグランドアワードでギター部門に入選。また昨年は福島県いわき市赤井岳薬師常福寺での奉納演奏や、またドバイで開催されたジャパンカルチャーコンでも演奏、西扇ギターアンサンブルルフ19のコンサートマスターやバスギター奏者としても活動。2018年アジア国際ギターコンクール合奏部門で優勝。その他立川一帯音楽祭り、荻窪音楽祭などにもご出演。ご夫婦ギターデュオのシオンさんです。はい、ということでございまして、はい、ご夫婦のデュオって、うん、漫才とかあるけどあのクラシックギターでって意外にないですよね、うんうん、確かにそうですね、はい、ねえ、なんか素敵ですね。はい、素敵です本当に、はい、で、ご主人の公宏さんからちょっとお伺いしたいんですけど、はい、公宏さん音楽を始められたのは、まあ、子供の頃からと思いますけども、はい、きっかけはどういうことだったんですか。きっかけはですね、まあ、母が私が幼稚園にいた頃に童謡のチームを作りまして、でその時に童謡コンクールに参加をしたんですね、うん、そしたら、まあまあ、まだちっちゃかったのでもう歌い方なんてのとにかくひどいもんなんですけど、うん、とにかくただ単純に音楽を楽しんでいる姿っていうのが評価されまして、うん、トントン拍子にその全国大会で、はい、で全国大会でも一応なんか特別賞みたいなのをはい、いただいたのがきっかけで、まあ歌い始めたというのが、うん、まあ、私は音楽に触れたきっかけですね。ただその歌はちょっと断念されたんですね。そうですね、まあ小学校までは一応ボーイソプラノとして歌っていたんですけど、うん、中学校からまあ男子校に入りまして、うん、はい、そうするともう、もうみんな私以外はこう低い低音の音でみんな校歌とかを歌うんですよね、うん、なんとなく視線が嫌な視線が飛んできたりとかね、自分だけ高いみたいな、はい、もう明らかに浮いているので、うん、ちょっと男子校のもうその引き続く王権みたいなところ の、うん、雰囲気に合わせるために一生懸命低い音低い音ってやってるうちにちょっと喉を潰してしまいまして、もったいない、はい、まあ、その頃からまあ代わりにその家にあったギターを触り始めたっていうのがギターに触れたきっかけですね、はい、うん、奥様の方はいかがなんですか。はい、私は3歳の時にピアノ教室に姉のついていって習いたいと言って、私も3歳からピアノを習い始めて、小学校でブラスバンドでアルトホルンを吹いたりですとか、中学時代は合唱のピアノ伴奏でモルダを弾いたりとか、と高校時代は箏曲クラブでお琴を弾いておりました。琴、なるほど、はい、なかなかギターに来ませんね、はい、ギターに到達したのは到達したのは、はい、子供が生まれて、はい、お琴やピアノよりもギターの方が気軽に歌ってあげられるなと思って、はい、手軽に楽器かなと思って何気なく始めたのがきっかけです。だからご結婚後ということですから、うん、っていうことはその時にはもうご主人の方はギターの道に入ってたわけですね。私はそうですね。そうですね、はい、でじゃあ実際にギターをスタートされたのはいつ頃？私は、中学の時なので、そうですね、まあ、中学の時からですね、やってずっとやって、その社会人になってまた、はい、じゃあブラッシュアップされて。そうですね、社会人になってから本格的に教室に通って、そして結婚されてっていう感じなんですね、はい、なるほどね、もともとご主人が、はい、ということでその夫婦デュオシオンが、まあ、その流れの中で結成されるわけですけれどもお二人の演奏の様子をちょっとこう、あ、素敵ですね、なんか雰囲気また全然違いますね、なんか白いジャケットがかっこいいです ね、 これね、そうですか、はい、これは結成されたきっかけは、まあ、今まだお話伺っているとバラバラだったんですけども、はい、いよいよこの2人でっていうのはどういうきっかけだったんですか。
ギターのオーケストラっていうのがありまして、はい、私と妻が同時にそのオーケストラに参加をしていたんですね、うん、でそこで、練習が一緒のパートだったので、練習しているうちに、その同じパートの人たちと一緒に合奏をやったりとか、うん、そういうのをやってるうちにこう意気投合して、うん、やり始めた。なるほど、あ、うん、じゃあもうね、ご夫妻としてのあれはご関係はあったわけだけれども、はい、もう音楽でも一緒にやれたら面白いねっていう、楽しいねって感じになったってことだね、はい、そうなんですか、うん、そしてまあ非常に内外でご活躍をもうされてるんですけれども、はい、ね、素晴らしいですよ、ドバイまで行って、うん、そうなんですよ、ドバイですよ、これなんか世界一高いブルジュハリファですか、そうですね、でその土台になんとかいう公演があるんですよね、はい、でそこでおやりになれたね、はい、わー、なんというロケーションでしょうか、これすごいんですけど、これどうですか、こうドバイ遠征されてこの反応というか。反応はもうとにかくやっぱり日本の文化に対するそのリスペクトがすごく強い国だなというのを感じまして、私たちの演奏に対してもそうですし、この今見ていただいている写真だと着物を着てると思うんですけど、はい、素敵な着物もすごく興味を持たれていて、なんか胸、彼女のこうポーズを決めさせられたりとかね、はい、盆踊り一緒にしますと、このポーズ、こういう手をこう傾けて、はい、帯を後ろ、このポーズで桜の木の下で写真を撮らせてほしいとか、ね、日本人形みたいなね、何ポーズもかなりリクエストが多かったですね、はい、リクエストございました。で特にね、音色にこだわられて、お二人のデュオの音楽作りをされてるということなんですけれども、キャッチフレーズがあるんですね、はい、雫のような音色で心に潤いと生きる活力をというね、うん、そういうのがこう伝わってる感ありましたか。そうですね、はい、それはどの演奏会でも、うん、伝えられるように努力してますし、聞いてくれる方からも心に染みましたっていうような言葉をいただくことが多いです。嬉しいですね、レパートリーもいろいろ、いすゞが実際もののけ姫とね、こう日本的な、はい、レパートリーをお持ちなんで、そういう曲をご披露されてって感じだったんですかね、はい、なるほど、ね、やっぱりジブリもいいですよね、世界に、はい、ではですね、その中でですね、ドバイジャパンカルチャーコン用に編曲をしたもののけ姫をちょっとここでお聞きしたいと思います。はい、じゃあお願いします。Thank you.
はい、ね、あのまだまだ続いているところでちょっとフェードアウトで失礼してしまったんですけれども、いいですね、まさに温かい雰囲気がそのまま音色に出てるっていう感じです、ね、お二人のね、なんか温かい感じがそのまま伝わってくるって言って、そうなんですよ、そのまま音色に ね、うちの夫婦でやってもあわならないだろうなと思いますけどもうすごい素敵なね、いや本当に心がほっこりしてくるんですよ ね、聞いてると、うん、さて、現在実は、ご主人の方はシステムエンジニア、はい、それから奥様の方もお仕事を持って、おやりになられてるんですが、それぞれのお仕事とこうなんか相通ずる、システムエンジニアのお仕事となんかこうギターやっておられてつながるところって何かあります？はい、あのシステムエンジニアって、まあ、あの一般的なイメージだと一人でこう黙々とパソコンに向かっているっていうイメージがあると思うんですけど、実はあのチームでその話し合いをしたりとか、設計書、を書くためにすごくドキュメントをいっぱい書いたりとか、そういう、まあ、事前の準備っていうのをものすごく時間をかける業務なんですね、まあ、そういったところがあの音楽を作っていく過程とか、あのチームで音楽をするためのチーム作りというところに共通しているかなと思います、ね、なるほどね、はい、奥様はいかがですか？はい、私はあの長年社長秘書をしておりますが、はい、あの秘書のですね、あの段取りですとかスケジュール管理が、うん、あのさまざまコンサート以来の手配のスケジュール管理をしたりですとか、あとはあのコンサート遠方に行くとき の、うん、あの予約手配などは活かされているのかなと思います。ドバイってね、なかなか難しいと思うよけどねでもそれ軽々やっちゃうってね、はい、じゃあまあある意味の、ま、あの奥様は演奏者であると同時に、はい、マネージャーみたいな感じのことも、はい、それはいいですね、頼りになりますね、はい、なるほど、そうですか。で、先ほど来ギターオーケストラというお話がありますけれども、はい、西荻フル19っていうね、ルフ19、あ、ルフ、ごめんなさい、はい、ルフね、ルフするルフね、はい、はいはい、ということで、はい、こちらの演奏は、まあ、割とコンスタントにされてるという。そうですね、あの毎月、1回の定期演奏会に加えて、うん、まあ、立川の音楽祭だったり、うん、荻窪の音楽祭だったり、うん、あと以前は仙台の方にも出かけたり、うん、して、まあ、いろんなところにね、はい、はい、すごいですね、あの地域に大貢献されて、はい、杉並区からも表彰されたりとかね、はい、あの大変、まあ、そういう意味ではあのご自身のお仕事もしながら、週末にはもうそういうことでね、はい、両方ともね、こう充実されてらっしゃるということで、ね、はい、でこう今あそれぞれお仕事をもお持ちになって、しかもそのプロとして活動されて、まあ、ハイレベルのことをやりになられてるんですけど、うん、こう何かこう同年代の方を中心にこう、まあ、僕らも少し上になりますけれども、うん、なんか音楽をこういう年齢になってやっていくっていうことについて、こうメッセージをいただけないでしょうか。はい、あの本当に、まあ、音楽って昔からその、まあ、歴史をたどっていくと、あの本当に昔はもう神様のものだったのが貴族のものになって、それがだんだん民衆のものになってきたっていう歴史をずっと経てると思うんですね。でそれがじゃあ今どういう状況かというと、もうインターネットがあの発達してきたりということで、あの本当にいろんな人が発信をできる業態っていうのがすごくあのここ数年で整ってきたのかなと思います。で今までなかなかこう発表の機会に恵まれないとか、あのなかなかこう生活を成り立つことができないという方も、うん、ただ腕はすごくあるのに、うん、そういう人って、ね、やっぱりちょっともったいないなっていう気がしますので、うん、もう今後はもうそういう制約っていうのがもうなくなってきている時代になってると思いますので、うん、どんどんあの表に出ていってもらって、そういう音楽を必要とされている方が必ずいると思いますので、うん、はい、手前味噌ですけど、うん、私たちの音楽マンションも、うん、社会人の音楽愛好家の方たちが本当に多いんですよ。だそういう人たちが今おっしゃられたような、うん、こうチャンスっていうのが出てくる中でね、またこう一皮も二皮も向けてっていうケースがありますよね。うん、はい、奥様の方は若い方に対して何かメッセージが。若い方に対してそうですね、あの次にご紹介いただく命の奇跡という曲なんですけれども、うん、はい、あのこの曲を弾いた時ですね、もう本当に私はあの今までのいろんな経験がこの曲を弾くためにあったのかなって、本当に魂が震えたんですね、うん、主人と一緒に演奏した時に、うん、その魂の震える気持ちっていうのを音色に込めてほしいなというのが1点と、もう1点はあの働きながら演奏活動、週末あの一人でも多くの人に伝えたいと思うと、健康管理が本当に大事なんですね。私もちょっと体調崩してしまったりとかあのございましたので、本当に自分
の命の奇跡、あの健康に感謝しながら、あの魂の震える音色をあの伝え続けてほしいなと思います。はい、ありがとうございます。もう素晴らしい、この、あの楽曲に行くもにぴったりのコメントをいただいていきたいというふうに思います。YouTube の、映像からリベラの命の奇跡、そう楽しみたいと思います。はい、ギターデュオシオンのお二人でした。どうも今日はありがとうございます。ありがとうございました。ますますご活躍なさってください。